インストラクターの丸山涼雅です。いかがだったでしょうか。 BB キングの、有名なギターソロを弾いてみたのですが、楽しんで生まれたでしょうか。ちょっと最後にですね、BB のフレーズ奏法解説なんかも、やっていきます。 BB はですねすごくうまく、ペンタトニック、メジャーとマイナーを混ぜたりちょっとしたジャズっぽいアプローチをすごい入れてくるギタリストなんですが、まずは、ペンタトニックを、中心に解説していきたいと思います。まずこの曲がキーが D メジャーのブルースになってます。なので、D マイナーペンタと D メジャーペンタを使って弾いています。最初のところとかはもうもろに D マイナーペンタですね。ここもそうですね。ここで今メジャーペンタに移行してる。で、僕は解釈って言うんですか、これ。解釈してます。ここでメジャーペンタの、2度ノットですね。で、3度にアプローチしてあげてるっていう感じです。なので、最初のところだけ取るだけでも、普通になんてないペンタトニックのソロなんですけど、すごい BB 色の現れる、あの、ペンタの使い方が学べると思うので、ぜひコピーしてみてください。そして二つ目ですね、後半になって盛り上がってきたところ、ここですね。ここはもうすごいモチーフを使って BB うまーく少ない音数で聞かせてくれてます。ここの、ここのソから始まるペンタトニック、D メジャーのペンタトニックのところですね。ここで、ソラドラーラって弾いてるんですね。
今、一瞬ですけど、ここでマイナーの音が入ってきました。こういう、細かいところでメジャーとマイナーが合わさることで、すごいブルージーなギターソロが弾けるようになってきます。なので、ぜひとも、こんな感じで、BB のソロをぜひ練習してみて、こんな風に使ってるんだなっていうのを、勉強してみて、すごくブルージーなギターソロを弾いてみてください。それでは、また、レッスンや動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。